Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうもダムダムおじさんにむらです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。ジャストモーメント。おお、はい、ジャストモーメント Here we go わざわざジャストモーメントって止めて、はい、Here we go Here we go 一回止めたけど特に何もないヒュイゴーなんです。Just shut up! Just a moment! Let's talk! No thank you! Just a moment! Talk! 今回はお便り会と題しまして。何もなかったかのように行くんじゃないよ。何が幻だったかと思うじゃん、リスナーは。今の1分間何だったいいんですいいんです、実現してますけど、現実としてありますけど、行きたいと思います、はい、いいですか。すいませんでした、今回はお便り会と題しまして、ライスオンミー YouTube チャンネルでそれぞれの回にいただいているコメントや、Twitter でハッシュタグライスオンミーをつけていただいているコメント、いくつか抜粋しまして、ご紹介していきたいと思います、はい、よろしいでしょうか。 Just a moment Oh yes Let's talkやりづれえだけだよ。Here we go。ただやりづれえだけ。一つ、まずちょっとお知らせとしましては、前回もね、ちょっとお知らせしたんですけれども、ライスオンミーの過去回をね、50本分まとめた音源というのが販売されておりますので、うん、これブースというね、サイトでチェックしていただけると、それ販売しておりますので、もしね、欲しいなって方は、お買い求めいただけたら嬉しいなというのと、あと番組のステッカーも合わせて販売しておりますので、はい、チェックしてみてください。あと、ほら。うん、60枚余ってる T シャツの方もいらないと。そうですね、前身番組の便所のつぶやきで作った、T シャツが、余ってます、はい、買ってください。60枚余ってますこれ二村さん家にあるんだよね。あります。部屋を占拠しておりますすごいね本当にお願いしますね、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずはホイップさんからね出ました、おしっこをするときに、うん、まあ、要は立ってするか座ってするかみたいな、こう話をしてね、最近こう座ってする人が多いよねというところで、うん、まあホイップさんからこう立ってするんだったらこういう風にすれば十分こう衛生的にも問題なくできるじゃないかなっていういろいろお話が出た回でございますけれども、うん、まずはね3月さん、うん、朝から洗い物しながらおしっこの話聞かされる身にもなってほしいこれ申し訳なかったですね。ただただ申し訳ないという。これはもう真摯に謝罪いたします。申し訳なかった。そうですね。でも、誰にだって関係のある話だから。うん、まあそうですね。生理現象ですから。うん。重要ですよ。そうですね。女性なんか特にね、はい、男性がどうやっておしっこしてるのか分かんないと思うから。それこそさ、女性からしたらさ、うん、男性はもう腰振りながらおしっこしてんじゃないかっていうぐらい。飛び散らせるようなね、うん、人に出会ったこともあるでしょうし。これがね、ホイップさん。やっぱ実際本当に来てまして、うん、そういうコメントがね。うん。ゴマさん。はい、振るんですか、はい、用を足した後、振るんですか、うん、世の男性は、振るんですか振るっていう、衝撃を覚えてる。これツイッターで、コメントいただいてますけど、うんね、見たことないから、やっぱ、こういう女性もいるのよ。そうね。うん。振るっていう、信じられないでしょ俺も信じられないよ。そうなんですね、うん、いやでも男性の中には、うん、振る一定数の、まあまあまあ、本当に何考えてんだってやつがいるのよ、まあ、僕もまあ振りますからね。本当何考えてんのって思うよダメだよ絶対振るなんて。そうなんですよね。のっぱらでおしっこするときだけまあわかりました、はい、それはそうですね、うん、服ってことですね。北海
海道の大平原で立ちションするときだけ振っていいよ。それもダメなんだよ、今。このご時世。それもそうだね、じゃないんだよ。本当、トイレでやるときに振るのは言語道断ですよ。気をつけます。そういうのはちゃんと守った上で、立ってしてもいいじゃないかというのがホイップ論ですからね。そういうことです。はい。それからね、アンドレさん。出口が高い位置にあるから飛沫が広範囲に飛ぶのです。私はできるだけ膝を曲げて便器に近づけて排尿するようにしています。汚さないし筋トレにもなるし一石二鳥です。いいよね。うん、俺もね、そう。うん。細かく言うと俺も膝曲げて、はい、なるべく便器に近づけて、立ってやるようにしてますね。なるほどね。だしね、これね、和式スタイル、で、おしっこする、はいはい、うんちする時も結局そうなんですよね。うん、和式でうんちする時の姿勢で、うん、洋式トイレで立ってしてるのと一緒っていうか。なるほどね。まあ、うん、和式の場合しゃがんでするから、そう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 、そこになるべく近い形に持っていくという。そう。だから、なんでしょう、膝をなるべく曲げて、うん、便器に近づけておしっこするっていうのは、それこそジャパニーズオールドスタイルではあるんで、ね、うん、なるほどね、うん、そうか。でもこれぐらいやっぱ皆さん気使ってね、気使う、立ってするにしてもだいぶ気遣いを持って臨んでるっていうことですね、うん、あとごめんなさいね、はい、まだ喋ってもいい、ああすいません、あとエレクトしてる時あるじゃないですか、はいはいはい、男性気が、うんうんうん、そういう時におしっこしなきゃいけないシチュエーションってあるでしょ、うん、はいはい、そうですね、そういう時さ、座りションだとかなり大変だと思いますよ、はい、それは大変だわ、うん、うんうん、でそういう時も立ち膝曲げスタイルだと、うん、グッと角度をつけることによって、うん、ちゃんと便器に収められるのよ。はいはい、はい、そうね、うん。確かにね。うんうんうん。僕なんて本当にエレクトしたら、すごいよ。東京タワーかっていうぐらい真上にビーンってなるから。屋根突き破ってるよね、屋根突き破ってます。はい。333メートルありますから、僕も。333メートルある一物を角度変えて、うん。そう、膝を曲げて、グッと、上半身を倒すことによって、なんとか便器に収められんのよ。ホイップさんはだから、便器から333メートル離れたところから、そう。その出す意識を。そういうことです。送ってる。もう、いろいろ物理法則とかいろいろ無視してるけど。いや、ごめんなさい。冗談だけど、まあ、エレクトしてても、いけるってことよ。まあね。座りションだと、それ難しいと思うよ、うんうん。結構それしんどいんだよね。うんうん、座ってするってなるとね。うん、はいはいはい。だまあ、そういうより、こう意見もありますし。あとはね、これ、浩平さん、うん、この件に関しては、反ライスオンミー、うん。座った時に、ペーパーを何と便座の間に挟み、うん、最後にそれで先を拭けば完璧です。なるほどね。はいはい。あのね、もうあれなんですよ。やっぱ白か黒じゃないんですよ。うん、この世のおしっこっていうのは。なるほど。僕も、うんちするときは、はいはい、おしっこも同時にしますよね。うんうん、そうですね。おしっこしたら、うん、便座におちんちんがついちゃうから、ほう、僕もあのトイレットペーパーを挟んでます。へー。置くよね。便座の上に、うん、一物が置かれるってこと？そう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 、そうだよ。そうっすか？そうだよ。僕普通に背筋よくこう座れば、うん、一物は中に収まりますけどね、この便座の。マジ？中に、はい。まあ、ちっちゃいからじゃないの、それは。いや、バカにしてるわけじゃなくてね。バカにしてるわけじゃなくて、まあ、ニムラさんちっちゃいもんね。俺大きいから。俺と浩平さん大きいから、便座についちゃうから。そうなんですか？座りションすると。便器がちっちゃいんじゃないの、なんか。俺らは、トイレットペーパー挟んで、便座の上におちんちん置く。そうですか。うん。僕普通に座ってれば自然と、一物は下を向いてる状態というか、便器の中に収まるから、そのまんまですけどね。うん、ちっちゃい人はね。ちっちゃい人はそうでいいのよ。腹立つなぁ、その言い草。俺らは、おっきいから、そうはできない。俺らはね。おっきい人は、やっぱりこの、ペーパーを間に挟んで、うん、そうそう。ちっちゃい人はいいよ。どうぞ。どうぞ。
すごいそれさ、ちっちゃいの言い方が強いよね。力入れて言うよね、ちっちゃいって。でもじゃあマジレスするとさ、ニバさんめちゃくちゃ奥深く座ってないじゃん。普通のつもりですけどね。だって僕より体大きいじゃないですか。はいはいはい。それこそ、ニムラさんの方が絶対つきそうだけどね。つきはしないな。やっぱ、おしっこをその座った状態でしようとすると、うん、いや、そのまま何も手も触れずにしようとしたら、便器からはみ出ちゃうから、うん、その時はこう手で押さえてね、うんうん、向きを軌道修正してするんだけど、うん、うんちの時なんかそうだけど、まあおしっこ終わっちゃえばもう、ね、あとはするだけじゃないですか。お尻の穴から。うん、そうなってからは、別にもう一物の方は一切気にしないというか。え、便座ついてない？ついてないな。そう？うん。向きの問題じゃない。大きさではなくて。そうだね。だから、ニムラさんはデフォルト状態の時に、うん、結構下に垂れる。そうね。気味なんだと思う。腰が低い。うん。腰が低いとはまたちょっと違う。謙虚。謙虚だから。神戸を垂れてる。実るほど、神戸を垂れるチンポかなっつって。やめろよ。バカ野郎。くだらなすぎるだろ。そのボケはくだらないにも程があるわ。これは失言でした。申し訳ない。ひどい。実るほど神戸を垂れるチンポかな。これは失言でした。終わりです。はい。終わり終わり。でも、声に出して読みたい日本語だね、これね。いや、そんなこともないし、あんまりにくだらないわ。実るほど神戸を垂れるチンポかな。次行きます。フラネームさん。普段ボクサーブリーフを着用してるんですけど、最近座りションが主流になったせいなのか、前開きのパンツがあんまり売ってなくて困っています。わーうん。そういうことだったんか？ね、なんかこの、だから理由がね、どこまでこう、その総理なのか分かんないですけど、うん、でも確かに、ボクサーブリーフって前開きのパンツ少ない。少なくなってきたよ。うん、俺もこないだユニクロ行ってパンツ買うときびっくりしたよ。うんまあ、びっくりしたっていうか、僕はもともと前開き部分から出さないんだけど、うんうん、あそうですか。とはいえ、あれ、うん、デザイン変わってもうなんか、辛い位置の、はいはいはい。パンツばっかりだなー。確かに多いよね。うん、あでもそういう理由もあんのかもね。それあるかもしれない。ね、これは、真理をついてる可能性あるね。うん、うん。こうやっていろいろなちょっと意見をいただきました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、続いてはね、まあ、3回にわたって、まあ、ホイップさんのね、また、ホイップアンダーグラウンドリポート。これ、アマゾンの、まあ、副業と歌うね、この、まあ、詐欺なんじゃないかという DM から、うん、まあ、実際にホイップさんがちょっとお金を振り込んでみたりとか、うん、ちょっとやり取りをしてみたなんていう、そういう潜入捜査をした回ですけれども、鳥出さん、動画広告が、転売ビジネスで月収100万円チャンネルみたいなやべえのになったんだけど。申し訳ない。本日二度目の謝罪。皆さんの何かこう YouTube に悪影響を与えてますね。そうですね。タイトルとかにね、副業とか。そうね。いろいろ入ってるから。出ちゃうから。そういう風な広告に寄ってっちゃうんだよね。まあすいません、うん、という感じですね。いや、もうさ、俺 YouTube プレミアムだから、うんうん、動画広告をもうすっかり見ないから。確かに。こういうコメントで初めて知るよね。うん、確かにね。そんな広告出てんだっていう。うそうそう。僕もそうプレミアム入ったので、うん、そう僕もだからそういう広告のねどういう風に変わっちゃうかとかはこういうのを聞いて知りますから。まあまあ申し訳ないということですね。まださああいうのあんのかな。俺の名前はニムラアツト。脇毛がボーボーで。あるぜね、あったね、そんなの。とっても可愛い新入社員のミヤコちゃんと恋をするために頑張っていたのだが、そんな俺に奇跡の展開が、みたいな。多分あると思うよ。1.5 倍速で喋ってるみたいなやつ。それ多分あるね。すごい。パーッと今絵が浮かんだわ、それ。確かにあったな、そんなんね。俺の名前はホイップ坊やつ。生まれながらに、出っ歯が前に出ているつ。とかなんとかかっつ。いや、それはまた別の回でやらせてあげるから。次行きます。はい。クワさん。
Amazon のアルゴリズムは決済せずにカートに入ってるだけで購入までは進まなかったけど興味を持たれているという AI の判断になって検索されやすくなるというシステムなので、うん、指示されている内容は一概に無意味ではなさそうです。ほー、なるほどね。奥さんもね、なんでここで終わりでいいんだろうと思ってたけど、うんうんうん、実はそこまでの作業でも意味があるよと。カートに入れるっていうのも一応、うん、もうポイントはちょっとついてるわけだ、ね、その商品の。ということですよ。なるほどね。購入に至ってなくても考慮はされているんだよと、はいはいはい、こういう考察があったり、それからニャンニャンさん、はい、本当に継続的に同じことをやっていてお金が戻ってくる場合、何らかのスキームによるマネロンの可能性が高い気がしました。マネロンダリングということですね。その場合騙されて多少お金を取られる以上のリスクを負うことになりそうです。なるほどね。なるほど、確かにそういう可能性もなくはないですね。いろいろちょっとそういう危険な匂いはあるんじゃないかと。でもさ、 A の口座にお金を送って、うん、A の口座から、108% で戻ってくるわけですよね、うん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 、プラス 8% で、はい、それでマネーロンダリングってできんのかな。で、全く同じ現金を受け渡するわけじゃないじゃないですか。あー、できてるっちゃできてんじゃないですか。そうなのか。わかりませんけど。うん。いやいや。めちゃくちゃかっこいい感じで、わかりませんけどって今言ったけど。皆さん、その、おじさんの話聞いて、ちょっとこういうこともあり得るんじゃないかというね、いろいろご意見ですよ。まあ、俺は知らなかったで押し通すけどね。捕まってからじゃ遅いよ、もう。知らなかったでも。もうダメです。知らないよ、だって本当に。知らないんだから。まあな。それからね、一般通貨の青い猫さん。うん。忘れがちですが、ホイップさんにとっての2万円は、一般社会人でいう200万円の価値があるそうなので、それを踏まえた上で聞いてほしいです。全くだ俺の代わりによくぞ言ってくれた。本当だよ。今回ね、2万円かけて、そう。相手に振り込んでますから。俺にとっての2万円はみんなにとっての200万円だから。俺2万円あれば、ギリ1年間暮らせるから。その金額を投資して、今回の取材を行っているんだと。そういうことですよ。よく言い過ぎだと思いますけど。俺だけ物価80年前で止まってんだからさ。ラーメン一杯50円の時代に俺はまだ生きてんだから。でも、こう捉えて聞いていただけるとね、ホッチさんがどれだけリスクを負って頑張ってるかというのが分かりやすくなるんじゃないでしょうか。ただ借金もあるんだぞ、俺。そして YF さん、今回面白くて今日のストレスが少し減りました、うん、二村さん見てると、今回動画配信だったんでね、うん、二村さん見てると安心します。日曜日も配信してほしい、うん、ということです。俺はい日曜も配信してほしい。 いや、そういうリクエストありがたいことですよ。二村さんを見てると安心してます。俺リスク負ってさ、そうです、喋って俺の評価はない。今回3本に関して本当ホイップさんのね、ホイップアンダーグラウンドリポートですから、うん、二村さん見てると安心します。俺はいちょっと待ってくれ。ありがとうございます、YF さん。いや、なんで採用したんだよ、このコメント。自分が気持ちよくなるためじゃ、ねっかい。なんて?Just a moment.Here we go. もう終わりです。これで終わりです。ということで、今日もね、たくさんコメントいただいた中から抜粋させていただきました。いつもコメントありがとうございます。今後もね、ぜひぜひ、YouTube の方でのコメント、もしくは Twitter でハッシュタグ、ライソンをつけてコメントいただけましたら、このように毎回読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。以上、ライソンミーでございました。ありがとうございました。ここからは楽しみ。